この人は空港の時の。この死体の山は幹部連中がまさか全滅だってのか。派手にやってくれたじゃねえか、リベレーターズ。おい待て、やったのは俺たちじゃない。この状況でシラを切る気、そんなもんが通じるかよ。まさか犯人もお前らか。何の話をしてる。悪いな、こっちも今は余裕がないんだ。てめえらを黙らせてから洗いざらい吐かせてやる。待て、落ち着け。やかましい、覚悟しやがれ。来い、私の悪魔たち。援護射撃で。よかった、みんな無事ですね。クソが。もう一度言う、幹部を殺したのは俺たちじゃない。俺たちはこんな風に殺したりはしない。てめえらの正義を信じろってか。どうだかな、たとえてめえらがそうでも他はどうなんだ。リベレーターズの全てがそうでないって保証はあるのか。それはそうだと信じてる。そうかよ。だがもうどうでもいいぜ。ここもこんなありさまじゃな、アコライツももう終わりだろう。ここも他の場所でも何かが起きてるってのか。ち、口が滑っちまったぜ。それに終わりってどういうこと。アコライツ亡くなったの。それはありえない。アコライツは世界の裏に根を張る巨大な組織。ここにいる幹部が死んだくらいで崩壊するとは考えられない。じゃあどういうことなの。